続いては癒しのスポットをご紹介します。こちら見てください、猫がたくさんいますよ。こちらは曹洞宗の禅寺御誕生寺、あちらにもこちらにも猫猫猫、その数27匹。癒しの空間はまさにインスタ映え、いやインスタ萌えのスポットです。ある日段ボールに子猫が4匹ほど置き去りにされておったと、まあ不憫に思った住職がですね、日に2度食事を与え水を与えといった生活が始まりました。年数を重ねるにつれて10匹になり15匹になり20匹になりと、だん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 と増えていったわけでございます。いつしか猫寺の愛称で親しまれるようになった御誕生寺は、全国から猫好きが集まる場所となりました。猫が好きやもんで、ちょっと癒されに来ました。インスタ載せようかなと思ってます。毛の長いモフモフ、ちょっと人見知りな太田くん、待って、お手が特技のゴンザレス。かわいい。すべての猫に名前もついています。気まぐれな猫たちの撮影は一苦労ですが、その分お気に入りの一枚が撮れた時の喜びは格別です。自由気ままな27匹の猫たち、癒しを求める人にはぴったりのインスタスポットで、お気に入りの一枚を撮ってはいかがでしょうか。